もう始めたっけ。集まりなさい、声が入るところに。これに全てが入ってくるらしい。あ、そうですか。あんちゃん。YouTube の画面出してくれ。あ、コメントの。いや、こっちに山田、さっき、反映されたかい。マジ？うん。山田。もう、あんたたち、はい、座りなさい。もうちょっと。ちょ、10年しとく。こんばんは。お前、充電してんならコメント出せよ。それな。あ、そう。閉じるよ。うん、ここに置いて。あー、声は大丈夫ですか？聞こえてるー、こっち聞こえてますか。音は出さんでいい、別に画面だけでいいよ。うん、あ、そっか。 OK、 それでは、よい。ではどれから話しますか。音が小さい、声が小さい。でもそれマックスで。マックスボルテージ。こうやって大きくする？え、それマックスでも多分。そんなちっちゃい？グーグルのエネルギーゼロ。聞こえるかね。うん、まあ、ここでこうやって、でもマイクを近づけるわ。じゃあ、荒技として。やりじゃあ、あ、どうですか。あ、どうですか。やっぱ、お、携帯やったしなか。割と聞こえてますよ。アーカイブは残さんです。なんでみんな BO3 のコメントしとるん。遠い。なんで声が遠い。なんで山田。俺らも野球が足りんだけど。証拠？コモン？中学校の時にコモン？違うか？そう、デカドマみたいなやつか。マイク変えるわ。マイク変えるって言っていて。マイク変える。マイク変える。マイク変えるって言ってる。おい、サムジェン、マイク変えるって言う。雑音はでかいってこと。雑音？これでどうや？これで。多分大丈夫や。どうですか？あ、これさ、もしかしてさ、マイクの設定どこでする？マイクの設定どういうこと？マイク選べるやん。息臭いだって言われるんだ。っていうかな。これ書いてる？本当に。これ設定やろ。今だ息臭い。あ、違う。こそれなんでそればっかりと思う。そんなに言いたいのかって息臭い。うん。あ。あ。あ、聞こえやすいだって。これで聞こえますか。ああ。よきよき。あ、スカトロ AK 画面クソまみれが大丈夫よって。そういうの好きやな、お前。あんたシャドウやっぱやめな。ちょっとシャドウばやめな。おい、リタイアしろ。お前に負けるなら悔いはないさ。あ、左上ボタン押しなさい。あ、起きやない。もうちょっと近づいてくれ。いや、これは無理でしょ。おいおい、あんたのせいよ。あ、無理。はい、リタイア。
ナイス。じゃあマジクソ開幕の儀式をいきましょう。では幸せの音では乾杯乾杯乾杯。あんたたちは車ブーブーよブーブー。ということで山田ここにコメント置いといて。では上から順に話していっていい？どうぞ。あ、お前それ消しとかな。あれ。あ、そっかそっかそっか。じゃあこれから上から順に。太田の人生草生える事件。ひどひどひ。じゃあまず飛行機墜落事件。それはね、一番死にそうになったもんね。一番記憶にも残ってる。残ってる。新しいね。鮮明に残ってる。2年前やけど。じゃあ2年ぶり。2年前か。2年前やね。2年ちょうど2年前か。じゃあ誰か話して。山田さん。俺気象点。お前の語彙力で。いや、こいつ下手やろ。マジで下手くそやけん。まあ、皆さんもお酒飲んで長くなるんで。ん？お前どっち？こっちやって。まあこれは、僕たちがね、高校3年生の時に修学旅行に行ったんですよ。はい、修学旅行じゃない。卒業旅行に行って、富士急に行こうってなって。富士急に行こうってなって。で、めちゃくちゃ天候悪かったよね。うん、死ぬほど天候悪くて、それで、そのままなんか飛行機が出発して、まああのまあクソ安い飛行機乗って、いやこれ大丈夫かみたいなノリで、まあ成田空港に着く予定やったんですけど、成田空港着きますよーってなって離陸しようとした瞬間に飛行機がバイ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 って上空に上空にフューッつって、上空にカムバックして、それで1回目ね、離陸しようとして上に行って、それでアナウンスでなんか天候が悪すぎて離陸着陸できませんみたいな。それで羽がバッタンバッタン揺れてて、でなんかもう一回行きますみたいな。それであのもう一回着陸しようと思って窓とか見たら飛行機がやばい、もうめっちゃ上がる、羽めちゃめちゃ揺れてたね。観客とかが、観客じゃないわ、乗客がみんなあのゲロ吐いたりしてて、そうゲロ袋やばかった、やばかった、あの量は三脚円弾とかもうこんな持ってたもん。それいっぱいに持ってたから、ね、それで、あの俺の前の席の人を見たら、なんかノートにうるうるうるって書いとるんよ。何書いとるこいつと思ったら、なんか今までありがとうございましたみたいな遺書書いてた。大学ノートに遺書書いてた。それでそれ、これガチでやべえやつやんと思って、うん、そういうの笑っちゃいけないけど、まあ、椅子の座った的に小池、佐保、俺、小賀優、俺、山田、ツーハンドの順で座ってて、それで俺が、はこれガチでやべえやつやんと思って、佐尾と小池の方チラって見たら、小賀優がゲロブクチロ持ちながら小池と佐尾がおーおーってしてて、それで死にかけたね。頭おかしくなってた。もうそれで成田空港に着くはずが関西国際空港に着いて着陸して、それで降りて、俺ら6人で目合わせて、やどかな、何しに来たみたいな。そう、それであの JR 大阪駅の大阪駅あの大阪駅クソみたいな手おったな、関空の、あ関空の関空関西空港行きの関西空港のわけわからん店員に、高校3年生やけんわからんけん、とりあえず大阪まで行ってくださいみたいな。じゃあ、あの新人のなんかよくわからんガチコミュ障みたいな。そこから先は分かりませんみたいな。そこから先は分かりませんけど大阪駅に行ってくださいみたいな言われて、それで大阪駅着いてあのラーメン屋、とりあえず何も食ってなかったから朝から、うん、それいやもうフライトが長かったけどね。そうそうそう、まずそれでフライト長いしラーメン屋に入ろうとしたんよね。そうキャリーバッグゴロ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 して、そしたらラストオーダー12時なのに、俺たち11時くらいに行って3軒くらい、いやもう無理ですってやる。いやもう無理って、いやもう無理ってやる。店員から、いやもう無理ってやる。あの 店の目の前でもう入らないでください、門前払いくらったら。それで1時間くらいさまよって、マックが見えて、マックが見えて、俺らもうもうありえない量のマック食いよったの。マジあの人生で一番食いよった。高校の部活より走った。あれは走った、ね、やばいマックある、あマック美味しいって。いや感動したね、あれマジ。あの時は感動した。それであのマック忘れられないもん。あのそっから静岡の隣の県なんやったっけ。愛知。愛知、いや愛知じゃなくね、
静岡の隣。ほらなんかさ着いたよ。岐阜県。あ、え？岐阜や。え？なんかタクシー乗ったとこ。あれは静岡。それ富士駅。富士駅。あ、富士駅。そう、富士駅から富士駅。あ、違う。静岡から静岡から富士に行ったけん静岡駅。あ、静岡駅でタクシー乗って、それで山田と俺とツーハンドが一緒のタクシー乗ったんよ。それで1万5000円くらい。1万5000円くらい。うん、覚えてる覚えてる。それで俺とツーハンドが、いやこれさ、ここで出費するのはもったいないから山田をはめようってことになって俺とツーハンド、あ、今お金ない券出しとってくれんつって山田に全額出させて、まだ未だに返してないカミングアウト。今隣に山田いるけど返してないもん、お金忘れとった。正直忘れとった。マジでこれやれるまで分かんなかった。で、あとまあ12時くらいから寝台列車に乗って大阪駅から富士駅か静岡駅まで行って、うん、で、あとその2時間後にもうそこの駅に着くから2時間だけしか睡眠できなかったんですよ。そうそう、俺ら。でも、もう目の下熊だらけ で、で、まあ、そこからタクシーで行こう、まあ、タクシーで行くっていう話になったんですけど、待って、その駅からお前ら風呂入った、その時俺と山田風呂入った。お前と山田しか風呂入ってないわ、あの時、うん、あれ俺と太田と小池はなんかあの一畳のめっちゃあの狭いあの一室でなんか語り合いよったあのバタバタしとってそう語り合いよったね。バタバタしとったけど落ち着いて落ち着きよったっちゃうどうなるんだろうみたいな、バクバクみたいな高校3年生が、まあ、その時どうしても入りたかった理由があったっちゃう。何入っていい？あ、入っていい？これ普通に言っていい？あ、その時自分なんか何やったっけな、まあ旅行っていうことで、まあ髪を白、まあ、シルバー、シルバー、金木に憧れてやろ、金木に憧れて山田髪がシルバーやったよね。カラーワックスみたいな、そうそうそう、カラーワックスみたいなので、なんかで山田がかそれしてきてめちゃめちゃ下手くそで、なんかガチでこいつ革ジャン着てたんですよ。ガチで一緒に痛くなかったの。マジで一緒に痛くなかった気持ち悪かったもん。マジ一緒に痛くなかった。あだ名が売れない、売れないバンドマン、売れないバンドマン、売れないバンドマン。ガチでキモかったけん。でもその時にあれやけん事故起きたけん、そうそうそう、だけん不吉っていうか、マジ、ああそういうことね、フライトのね、そうそうそう、うん、それでもう富士急ついてあれやね、そう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 、あの並びが3時間とかやってん、全部休止たくさんあって天候悪すぎて、天候悪すぎてね、それで高飛車だけが運行あれしとって、そうそう、で3時間くらい並んで、その3時間のうちに俺たち寝とったけん疲れすぎて、立ったままやって、本当に立ったまま太田寝とった。それでいや、結局、うん、ホテルで山田はあの亀甲縛りしてあれは亀甲縛りして、それで焼肉屋行って日替わりアイス頼んだら、なぜかホームランバー、ホームランバー、何回頼んでもホームランバーそれね、あん時のさ、俺と山田のさ写真誰か見た？あの俺が撮ったやつ、あの焼肉屋のあのこうプーってついた瞬間の俺と山田、なんか山田ああ更新状態で俺もなんかやんどったもう意識ないもん、あいつ、そうそう、まあまあ本当に死んどったけど、あん時死んでもおかしくなかったんよ、睡眠不足すぎたね、あもう頭がおかしかったの、考え方が、まあ何時間、正直飛行機の時諦めとったから俺、うん、俺もあ死んだわと思ったもん、まあ、もう命諦めとった、まあ、みんな一緒に死ぬならいいかなみたいな間違いないよマジで、それなかそれやなかったけど、めっちゃ具合悪くなかったの時、もう吐き気で、もう寝てないけんね、そう、あの極寒の真冬の中俺あの飛行機内でタンクトップでおったけんね、気分悪くなったらガバガツになってくんやん、冷や汗って、まあ、冷や汗かきすぎて俺タンクトップでおったもん、そうやったっけお前、ゴチゴチ熱覚えてやったもん、ということでこんなもん、いかんや、飛行機死亡事件はこんなもん、死亡事件はこんなもんかな、一番、まあ、死ぬ事件やったね、こんぐらいにしとかんと、あといっぱいあるけんね、いっぱいあるけんもうパパッといかん、じゃあ次、ローリングうんこ事件、ローリングうんこ事件、それは知らんよ、俺はマジで知らん、ロシアの赤いバニラさん、うへぇ200匹ありがとうございます、お新規メンバーさん誰や、ようこそ新規メンバー、名前なんや、新規メンバーさんしか書いてないけど、ということで次何事件、ローリングうんこ事件、ローリングうんこ事件、俺らは知らん、これは俺の体験なんやけ ど、 んどうマジで俺これ恥ずかしすぎてお前らにすら言ってないもん、何んじゃあここで暴露します、ガチで、うん、多分友達辞めるっていう、ああまさかね、まさか言う、まさか言う、まさか言う、俺たち友達だよね、当たり前じゃないけん、何でやってきてんで、あ、よ、言え、何あのね、
まあ、これは小学4年生くらいの時かな、3年生か、うん、でまあ友達とその時にあの木曜にさ世界仰天ニュースじゃないわ、うんうん、なんかあったやんそういうの、あ、まあ、そういう感じのね、うん、そういうのがあってその時にマヤ文明特集みたいなのあって、2014年の12年か何年か忘れたけど12月24日に人類滅亡しますみたいな、マヤ予言、そう、それで、あ、やべえやんみたいな、やべえやんみたいになって、なったね、それで秘密基地を作ろうってなったんよ、うん、そうで、うん、俺たちは秘密基地を作った、はい、まず藁から家を作ってちゃんと木とかで固定して、うん、それで家が完成して、うん、これで家はできました、うん、じゃあ生活に必要なのは何なのかってなったらトイレなんよね、うん、でトイレをあの穴掘って作って、うん、それで、うん、それでトイレとあの料理場を一緒にしたんよ、あ、トイレであの火を起こして魚を作れるみたいな、うん、それでまあ料理もできました、うん、はい、もう実証完了したんで、うん、じゃあトイレはできるのかやってみようってなって、うん、しょんべんはできたんよ、うん、まあまあね、うん、それでじゃあうんこをしてみようってなって、うんうん、それでそれでじゃあ俺がうんこするからお前らは、俺小学生やから、うん、うんことか見られたくないやんそんな、うん、やけんお前らはあっち行っとけってなって、うん、それであの男子高校生の日常の文学少女の、うん、あのさ分かる場所、あの土手みたいな、あの坂になってる、めっちゃ坂になってるとこみたいな、まあそれが分かる人だけに伝わればいいんやけど、うん、そこら辺にその転がるところのてっぺんにうんこがあった、うんこじゃないトイレがあったよね、うん、それでじゃあ俺がうんこするから絶対来んなよってなって、うん、こうパンツ下ろして、うん、ふーって踏ん張ってたよ、うん、まあその一緒に秘密基地作ってた友達はズル挟んなんやけど、うん、それでじゃあ俺絶対来るなよって俺うんこするからっつって、うん、ブリュブリュってしようとして、うん、あ、うんち出るってなった時に、うん、ズルファさんがタッ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 って走ってきたよね、うん、それで俺小学生やからさ、うん、お尻とか見られたくないやん、うん、そういうけんさ必死にズボンを上げようとしたら、うん、あの体重が後ろにかかりすぎてその土手からゴロゴロってこあのおむすび転がれみたいなノリで転がってて、でもね転がってる途中にうんこ出てるんうんこ出ててあのブリュリュリュって回りながらゴロンゴロンゴロンブリ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 って言ってゴロンゴロンブリ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 みたいな、それでまず10秒くらい一番下まで行くのにかかるうちにうんこ全部出とんのよ、ね、それであの一番下にドローンって俺が行った時に、うんうん、あのもううんこ出らんやろと思ったら、うん、そうドドーンの衝撃でブリブリってまた出たそれがローリングですねそう、これがローリングそれ何もそう、友達1抜けと3抜けと3抜けとおい、俺たち友達だろお前たち何これっていうのがローリングの攻撃らしいです、はい、じゃあ友達やめようか、待って千古万古、輪廻転生セニアピカ、ありがとう千古万古さん次の山田ハウスの動画確定しよう。こいつ昨日梅毒で、あのもう死ぬんで配信来れませんって言いよったよ。あれ？あ、言ったね。え、言ったね。うん。うん、この人いつもスパチャしてくれる人やん。そう。やばすぎるやろお前。次は何？汚ね話も。あ、これはもうね、みんな大好きウソップ事件だよ。これはみんな大好き。ウソップ事件言いすぎる。これはだほとんどリスナー知っとるけど。これは大好きなんよ。これね、ウソップ事件みんな大好き。これをインキャロンリングうんこに乾杯、ありがとうございます。やっちゃうウソップ事件話していく。ウソップ事件、ウソップ事件お前らが話す。あーそうやな、お前らが主犯やろが。あ、まあまあ主犯じゃない、主犯じゃなくない、主犯、まあ、まあ、ウソップ事件は中学校2年生の時かな、まあまあ、いや1年生の終業式。ああそうで、ちょうど雨降っとったんや。雨降っとって屋根があるとこでテニス部やったんで練習しようみたいな、ちょっってなって練習しようってなって、ちょっと何メートルぐらい、あれ1メートル、いや1メートル1メートルぐらい、恥ずかしいもん、あそこから落ちたのがぐらいのちょっと高いとこでみんなでこうポンポンポンみたいなテニスの練習しとって、だ俺かとサホがやってたんかな。そしたら誰かが
あっちの方で倒れとって、みんな集まってやばいやばいみたいな。あ、でもなんかヒクヒクなっとったから、あ、笑ってるだけやん、あはーで戻ったらなんか救急車来て、救急車あれと思ったら、なんか太田がそのまま運ばれていって、俺たちがこう防寒防寒車みたいな、ね、みたいな、レスキュー隊の人で、多分山田とかも知っとるぞ、体育館の中から。あ、まあ、みんな呼ばれたの、え、なんで救急車みたいな。そしたら、えほってレスキュー隊がやってきて、そしたら、なんか太田が乗っとるみたいな、担架の上に、なんか、え、みたいな、太田の上に担架が乗っとる。で、なんか口開けて、で、なんか、あと何が起きたか分かってなかったけん、とりあえず、初め見たのが、その太田が、あーって、あの、痛がってる顔だけしか、口開いてね、口開いて、あーってしてるのが、で、まあ、とりあえずどっか行きよったけん、俺たち三、小池とサオと俺で、そう、頭の中にハテナマークが浮かんで、みたいな、とりあえずバーイバーイって、痛い痛い、あ、死ぬってなった時にバーイバーイって、運ばれてる時にもう笑い止まらんくて、え、みたいな、何あれみたいな、なんか似とうな思ったら、そのウソップが鼻折れて、あの、あーって燃え尽きてた、そう、顔に顔に似てるから、ウソップに似てる。いや、しかもよ、あれやろ、部活の集合時間にあれやろ、あの女の先生が「太田はよう頑張った!」ああそうまあ詳しく話して、女の先生が顧問の先生が詳しく話して、太田は頑張ったっていう、俺たちに熱い話を聞かせる。太田は強かって、あ、そう、強かって言いながら、あかんかったって言いやったけど、太田は強か、いやそんなんで、俺たち顔を見ようって言う、え、うん、みたいな、えぇーって、フラッシュバックしてね、フラッシュバック、え、ほうがバイバイとかやられて泣けるわけいかんよ殺すでも、マジで笑い止まらんかった。しかも春休み全部入院してお見舞いゼロ人まずどこに入院してるかも知らんかったからな、その時ガチ、あの時テニス部やめようと思ったもん、おろろろろ、え、あれ実際何ヶ月かかった、なるほど、ガチ半年ちょうどくらいぐらいよね、うん、複雑やろ。で、半年経っても太田は部活に戻ってこずあ、まだ複雑骨折してるからっていう理由で家に帰って使用でやってた。そう、俺ずっと俺複雑骨折してて、あの、退院していいですよって言われた日に、あの、もう左腕痛すぎて使えんのよ。けんさ、ダッシュボタン使えずにずっとグランドを行っとったげん、ね、それでも COD やりよったげん、さすがに。あ、思い出したわ、ガチで一番うざいこと思い出した。何？俺が複雑骨折してさ、入院じゃないわ、退院して2年の1学期に、なんか昼休みに噂が立ったんよね。何の噂？あ、分かった、思い出した。何？なんかいいよ話して。なんか太田がテニス部にずっと戻ってこずに、戻ってこんかったけん、通販、誰かが太田ラケット売ったらしいよみたいな。そう、それでリサイクルショップに、リサイクルショップ、そう、リサイクルショップに太田売ったらしいよみたいな言われて、なんか休み時間にテニス部のやつらみんな来て、お前ラケット売ったみたいな。あったそれ、なんかその噂さ聞いたことあるわ。それで犯人が通販でやった。全然関係ねえ、あいつバスケ。全然関係ねえ。でも結構信じた、あの時は。もう、俺もなんかガチ言ったかと思った。マジ、一番うざかったね、この事件は。次行きます。次は、俺これ知らんわ。岩さん死亡過呼吸事件。あ、部活で？いや、もう岩さん過呼吸死亡事件はね、俺の中ではね。え、高 2？高2、高1じゃん、高2か。じゃあ多分ね、俺知ってる、俺だっけかな、うん、あ、ロシアの赤いバニラさん280匹ありがとうございます。うー、岩さん死亡過呼吸事件は俺の中でマジで好き。何？俺が成し遂げたけんね、この事件を。何あのね、あのね、あ、待って、あのね、そう、あれ、高2の時に小賀優が毎週月曜日になんか太田さ走りに行かんみたいな感じで、あ、部活休みやったけどね、そう、ずっと走り行ってて、それで遊戯王にハマった時期があって、はい、まあ毎週ってか暇な時絶対俺の家に来るみたいな習慣があって、うん、そう、その時に、まあ、岩さんっていう人がね、いたんよ。
まあ中学校の時は真面目やったけど、高校行ってあの陸上部に入って、うん、それで結構運動が苦手で、そうそうそう、その陸上の大会のウォーミングアップ陸上の大会のウォーミングアップの時に何周、ね、何周走るのあれ、あどんくらいやろう、もうウォーミングアップ、ウォーミングアップやったら軽くやる、長距離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 の長距離陸上部なんよその人は、岩さんは、岩さん、それでウォーミングアップで走った時に、それでウォーミングアップでだけで疲れて熱中症になって救急車で暴れたそんくらい、そんくらいね、あの体が弱い友達がおってそれで高校生の時にあの岩さんが不登校になったんよ、結構真面目な高校行ったけど、それでなんか小賀優が結構 LINE とか知ってて、そう LINE を送っても帰ってこないみたいな、何しとるやん何も返信が来ない、うん、それでなんか岩さんから LINE 帰ってこんのやけどみたいな来たけん、俺があの俺結構ありえないような嘘をつくのが好きで、あの、あ、岩さん死んだらしいよっつったら、小田優が、うっうっうっって、かごけんになった。何あれ、なんで、ね、こいつが、笑いをこらえとったんよ。で、口元を交際って、岩さんが死んだらしいみたいな。で、俺、え？みたいな。頭の中真っ白になって、なんか胸キューってなって、みたいな。このベッドの上で、このベッドの上で家族になってってなっとった俺がガチと思ったガチと思ったいやそれ俺にも引っ掛けてこうそう、お前にもあったね、あったな、お前らにも電話かけたけど、俺信じとったもん、俺ちょっと、そう、俺もすぐ嘘で分かったって言わせるしんだ次は高校先輩ダイナミック自殺事件、それ何、これ知らん、え、これ知らん、もうね一番衝撃的よ、俺聞いたことあるかな、お前聞いたことある、多分なんか飛び降りたんじゃない、そうそうそう、お前エグ、お前落ち終了いや俺が高1の時にあの簿記の授業で、うん、もう電卓をパパパーって打って、うん、もうプシューってやってて、うん、そのなんか100問解いてくださいみたいなんで、うん、もう俺真面目に電卓打ってたんよパパーって、うん、そしたら外からあのボーンって音聞こえて、何やと思ったら、あの先輩が、救急車と警察となんかテレビ局みたいなの来て、うん、まあでもなんか報道はされんかったけど、うん、で詳細を聞いたらあの2回やったよね、その先輩が落ちたとこ、うん、それであの教科書を友達にケクさんあのいいじゃんお前ダメかて誰お前あのさあのベランダあるよ、はい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 、小さなベランダみたいな、あちょっと、うん、あれね、分かる分かる、そこに落とされたらしくて、それを取ろうとしたら取ろうとして小さなベランダに降りようとしたらあの勢い余りすぎて小さなベランダじゃなくてそのまま地面に落ちたもうだから別にめっちゃいけんやん、別に飛び降りようと思って、そうそう飛び降りようと思って飛び降りたことじゃなくてあそういうことね、そうそう小さなベランダに教科書を取り行こうとしたら頑張って、うん、自分のあの跳躍力が、うん、じゃああまりにもすごすぎて地面に落ちてウソップになったウソップしてたバイバイって普通に元気やったけんね死んではないです、ガチでおもろい、めっちゃ元気やったよ、そういうことね、自殺試験とか書いてあるけんさ俺本当に死にそうだったかと思ったしびっくりした、びっくりしたじゃあ次、次は次何、あのスパチャ来てなかった、見つぐのやめられないし行こうだって、うわロシアの赤いバラありがとうテクサ了解で、うん、お前アナルの匂いすっちゃけどそうよそうよじゃねえよあそこにニャイニャイしながら言うから、ね、次は教科書破棄冤罪事件ね、教科書破棄冤罪、これは有名よ、うん、これはこれ一番有名よ、地元ではこの話聞いてわからんっていうやつおらんレベル、あのね
俺は高1の時に入学式の時に隣に男女やん、うんうん、隣に女子で俺が男子でマジでねもう生理的に無理みたいなやつおったんよ顔からして無理、うん、でそいつがなんか入学生入場みたいなってさ、うん、席座ってずっと音楽鳴ってるやん、なんかピアノみたいな、うん、もうその時になんかボイパしとんのよ、うん、そいつがボイパプル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 みたいなわこいつキモーみたいななっとってそれであのその高1の時に俺が昼休みパズドラしてたらえ何パズドラしてんのみたいな、うん、俺しちゃいけないみたいな、うん、パズドラしてもいいやみたいな、うん、それで一回喧嘩起きてん結構なマジな喧嘩になって、うん、それでそっから一生煽り合いをするようになって、うん、俺が結構高校の時成績優秀やったやん、うん、ボキとかでなんかテストとか100点とか取ったらお前取れないみたいななってそういう時、まあ、そういう煽り会を1年間続けたよね、うん、お前マジキモいなみたいなFC バトルでも言わんそしたら高2の時に同じクラスになったんよ、うん、それでそいつの教科書がなんかその4月やけんさ買ったばっかやん、うん、で買ったばっかでなくなったんよね、うん、そいつの教科書がそいつの教科書がだけ、うん、全部、うんうん、でもう俺やって太田やってなったんよ、うん、犯人が、うん、犯人太田やみたいな、それで俺がなんかヤンキー女子とそのボイパ女子に、うん、自販機前に連れて行かれて、うんうん、お前なんやろみたいな言われて、うん、いや僕じゃないですみたいなその時は敬語でいや僕じゃないですみたいな、うん、何の時に敬語だいやヤンキー女子おったけさすがに歯向かい僕じゃないですみたいな言って、うん、まあ、まあお前はいいから戻れみたいな、うん、でもその 2,3 日前にいや俺じゃないと思っとるよ今でも俺じゃないと思っとるけど、うん、2,3 日前に俺のロッカーの上に、うん、教科書が積んであったよね、うん、もう邪魔なんよね、うん、それをマジでゴミ箱かどっかに捨てた記憶はある、うん、けどそいつのじゃないやん絶対、うん、多分誰のかは分からん、ね、可能性的には、うん、剣まあ冤罪よね正直、え、うん、それお前が犯人、うん、うん、俺じゃないよまたどう思う？あ、犯人こいつ。もう終わり。こいつ犯人。実は犯人だった時期。嘘じゃねえよって言った。うん、嘘じゃねえ。教科書捨ててねえ。うん？教科書捨ててもいいじゃない。次何？あ、通販の中二女子体育のぞき事件。これは犯罪や、犯罪トゥーハンド中にこれは犯罪やね女子覗き事件、はい、お前も知っとる、こちら詳しく知っております沢さんお願いしますはい、まあ中二、これ中二やったっけな、いや中三か、中三倍多分、中三か、中三の時トゥーハンドが1組で自分が2組だったんですよね。で着替えるところが一緒で一緒に着替えてて、なんか暑かったんでトイレでたまろうっていうなんかルーティンだったんですよ体育終わりに、うんうんうん、着替えたやつからなんかトイレ行ってなんかあっちみたいな感じで窓開けてみたいな、そういうノリで、まあその日も体育終わりで自分がまあまあ早めに着替えて行ったら、まあ、2,3 人ぐらい声がして、あ何しおるんって思ってみたら、なんかまあトゥーハンド含め2人ぐらいがなんか望遠鏡持ってたんですよ。望遠鏡持ってた、あの望遠鏡っていうか、あのなんていう双眼鏡、あの野球観戦とかで使う用の双眼鏡みたいなのを持ってて、窓の方の方見てるんで、お前の何しろみたいな、何してるみたいに言ったら、トゥーハンドが全然いいところに来ましたねってやってきて、もう何しろ何見よるみたいな、そんなんでって言ったら、ちょうどあのん中3だから中 2, や、ね、中2かな、中 2, 中21個下、1個下の女子たちが着替えている教室がもう丸見えやったんですよ。なんかカーテンも閉まってなかったんですよ。そう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 、でちょうどその時間帯、自分たちが体育終わりに一緒の体育時間
次の体育だから着替えてる途中だ。そうそう、その体操服に着替えてる途中の女子たちが絶対に見えるんですよ。 そこの教室で絶対に見えるっていうことを何か知らないけどトゥーハンドはその情報を探り得て双眼鏡を持って覗いて双眼鏡を持って覗いてた。当たり前のようにで俺もちょっとだけ覗いたそれで三限理科で移動教室やん、うん、それで移動教室終わって理科終わって、うん、さあ戻るかーってしてた時に、うん、中庭でツーハンドが先生と一緒に怒られとった説教くらっとった。なるしっかりとバレとったけんね。しっかりとバレとった。覚えとるわそれ。これもう時効やまた時効や、うん、じゃあ次行きますか。ま次はもうこれはあ、悪やね確実に。あ、小学生遊戯王強奪事件。あいや山田高校不正入学事件。あーおーアウトやろもう。じゃあ便所行っていい？これアウトや。コメント拾っとってくれ。便所寺便所寺ちょっとわしらもお茶飲みたいけどね。喉乾いたね、うん、俺と山田さっき飲めんからなんかおもろいコメントない？これ誰の大人じゃない？有罪やんけどんなの着てた？ガバリアルガバリアルなコップね、コップ、はい、できました。飲み物欲しい。飲み物あ、あるよ、ここにストゼロ。んえ前編語り終えた後に山田さん風俗感謝事件お願いします。好きね、この人まあまあ、あれは最近やけど。ウェハウスさん、ありがとうございます。とりあえず山田高校不正入学とりあえず山田高校不正入学事件まあまあまあ話していいこれ山田さん。え、別に部活とかさ、伏せとけばいいんじゃない？部活っていうことで言っても。ああ、あれ。いや、そういうこと。ああ、そうやね。その部活で話したい。山田が話すべき。うん。話せる？いや、マジで俺説明下手くそっちゃうね。じゃあ話していい？いいよ。まあ、部活ってこと。中学3年生。そう。中3。そうそうそう。中3かな。中3の時に、そのな、スポーツ、あ、特別枠みたいな。じゃこいつがどうしてもどうしても県立あの公立に行きたいと。そう、同率どうしても公立高校に行きたい。私立には絶対行きたくない。 それで俺たちが全員同じ高校入学やったっけ、あの受けるんやったっけ受験。俺と太田と小池は一緒で、山田ももともと一緒やった。そうで、あの中3の時にここの高校を受験する人はここに集まってくださいみたいな時が1回目があったんよ。うん、1回目があって、はい、俺と小池と小賀優と山田が通販度もおったと通販度がおって、おじゃあ俺たち一緒にみんなで受かろうなみたいなノリやったんよ。うん、それでもう俺たちは一致団結したよね、その時に。一致団結した。そう、マジで一致団結した。一緒に高校行って楽しもうみたいなノリになった時に、もう2回目最後か最後のじゃあここに集まった人はもうここの高校しか受験できないんでみたいな、集まってくださいみたいに言われた時に、俺と小池と小賀優と通販度しかいなかったよね、うん、はと思って。あれ山田みたいな、あれ山田どこ行ったみたいな、あいつ欠席みたいになってる時に、他の高校のとこ見たら山田がおおってほおって俺よほおって何あいつ裏切っとるみたいななって、でしかも特別コースみたいな、うん、特色選抜っていうのが、そう、あのね、俺らの時からって優遇されてるよね、あれは。まあまあそうね。で、まあまあ、山田が、あの、うん、ある部活をしてて、バスケしてたよ。バスケしてたけど、高校では、うん、もうしたこともないような部活に、うん、僕入りますみたいな、うん。僕入るんで、その高校入れてくださいみたいな、うん、ノリで行ったら、受かったんよ、こいつ。受かったね。それで、うん、めちゃめちゃ頭悪いのに。それで、俺たち全員、落ちた。落ちて。俺たち全員落ちて、それでこいつだけ受かって、うん、もうその部活やめたんよね。うん、まあ、結果的にやめた。そう、だけん、もう、不正入学だよ、お前は。お前が。これ、この事件は。だって、夏休み前にもやめとったけどね。そう。夏休み前にやめてて、完全に。マジ夏休み、こいつニート生活しとった。本当に。くさ。こいつだって、俺が部活終わった瞬間に、ゲームしようってトライに送ってきたって。そう、あ、明日何時終わるって。明日何時終わるってくれ。そう、その時に、ね、GTA が流行ってて、その時。そう、GTA5 で。もうその時にもう終わった瞬間、あ、もう明日何時終わるって。うん。
ずっとやってたんゲーム。懐かしいな。そう。それじゃこっちは部活でめっちゃ疲れたなって走るのに早くゲームしよう。そうそう。あもう無理とか言って。こいつマジ悪いやね。悪い。部活で入りますって。いやめっちゃ。部活やめまーす。1年の夏休み前にもうやめてる。3ヶ月ぐらいでもうやめてる。だから実質不正入学やね。そうそうそう。お前頭いいよ、マジで。お前頭いいな、さすがよ。頭がいい、マジよ。頭がいい、マジ。人間ではない。人間ではない。じゃあ次にしますか。次は、小学生遊戯王強奪事件やね。これは。これは、それ何？もうね、かわいそうやね。かわいそう。今思ったらかわいそう。今思えば。これ最近話しよったくない？え？もしも見とるなら謝罪して、普通に謝罪して。謝罪するわ。え、俺それ知ってる？知ってるよ。知ってるやろ。え、だって多分耳にはしたことある。ああ、どうぞ。話すあんた。いや、いいよ、話して。いや、俺たちが中2やね。中2の時に遊戯王にハマってて。結構ガチでハマっとったやん。ガチでハマってたやん。それで、あの、新パックが出た時に、ローソンに行ったんよ。うん。あの、雑談ができる的なローソン。あのさ、飯食うとこがあるとこがあるとこ、ね、そう、座るとこがあるローソンに行って、これ新パックの遊戯を買って、それで、まあ、青龍っていうデッキが一番強くて、その時そうマジでありえんくらい強くて、うん、それであの小学生がその青龍 の, あの一番高 い, 高いレア一番レアのクソ高いカードをその場で当てたんよね、俺たちがそこにいたら、うん、そしたら待って、あの子が言うと俺がその時一緒にいてあれ待って、あれ欲しくねみたいなあれ欲しくねみたいな上手じゃねえマジで3000円くらいするんよ、1枚3000円くらい、1枚3000円、あ、そのぐらいの、そう1枚中学生の3000円はでかい、マジで中学生の3000円ってマジ1ヶ月の小遣い以上やん、うん、まあね、でかい、うん、だけんあのカード欲しくねってなって、あの友達からもらったあの米版アメリカバージョンのブラックローズドラゴンをたまたま持ってたんよ、その時に、うん、そういけんあのもう小学生ってさ英語だとかっこいいみたいなノリあるやん、まあ、そうね、しかもそれシクやったしね、そうブラックローズシークレットレアの、それで小学生に話しかけてこれと今当てたやつ交換せんっつって交換せんっつったら、そのブラックローズドラゴンの米版ってあの大会で使えんけん、使えんね、50円もないよね価値的には、うん、もうそんくらいね、そう、それであの小学生にこれ交換されるって言ったら、あいいですよって言って3000円のカードと50円ブラックローズドラゴン交換して、それでその3000円のカード打って子が言うと俺で1500円ですよあげたの、詐欺師やん、お前ら、くそ、大人気ね、じゃあ中学生やけん、そうや、今はせんよ、まあまあ、そんな、そう今はね、今は知って、今したら外事よ、それは友達のやめどきだぞ、おー1抜けた、2抜けたそんなあったって、こうしてこいつらには友達がおらんくなったよ、おりよ3000円はでかい、マジ詐欺、よし次なんだ、次は誕生日脱粉事件、あーこれ結構最近やね、これはこれ最近や、ね、まだ1年も経ってない、これはまあえ、誰の誕生日やった？俺太田の誕生日、太田の誕生日、まだ1年も経ってないよ、1年経ってない、うん、もうすぐかうーんまあ誰が話す、誰か、俺これよう喋れんじゃんね、なんであんま覚えとらん、嘘、じゃあ小がゆが話すべね、え、その時まあ太田の誕生日で、で通販とかちょっとケーキとかいろいろ用意してくれて、で公園の椅子がある公園でちょみんなで食べようみたいな、うん、そう12時になった瞬間に祝おうみたいな、そう祝おうみたいな、でまあ裏でみんなで金渡してためよう、あ集めてケーキ買おうみたいな、で通販でもプレゼントとか持ってきとって、まあ、あこれ誕生日やねみたいな、まあ12時前ちょっと前ぐらいに準備終わらして、うん、した誰が持っとったか知らんけど、あのお尻から入れるやつ、あれなんていうの、館長持ってるやつがいて、誰かは知らんけど、なんか太田の誕生日6月17で、6月16時の23時何分に入れて、うん、その17日になった瞬間に発射する、発射してサプライズをしようみたいな、脱粉サプライズをしようみたいなそうなって、
で、そこでケーキ食う前やったっけ。ケーキ食った後やね。ケーキ食った後に、まあ山田が脱糞するためにあれし、何だっけ、艦長入れて、でそのまま発射したと思ったら水しか出てこなかったっていう。そう、脱糞したと思ったら、あのこいつ頭いいけん、あの艦長の水だけを全部出して、艦長の水だけシャーってケツからシャーって出して、艦長の水だけ出して、うんこは出さない、うんこ出さない、はで俺こいつ、はこいつ強ーと思って、そんなことできるんと思って、そしたら山田がなんか、ちょ俺先にコンビニに車止めてて、はい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 、はい、俺先に車行っとくけんとか言って、こいつ車行ったんよね、バリ出しで行ったね、バリ早かった、ね、こいつしかもその時サンダルやったからな、そう、うん、そう、なんであんな速い速度で車に行くんと思ったらなんかおかしいな、で俺たちが車に着いた時に山田車にいなかったよね。それで山田に電話したら、いやお前どこおるんっつったら、コンビニのトイレっつって、それでなんでトイレいるんっつったら、あの車に戻ってる途中にうんち漏らした。あ、漏れとった。汚な、漏れとった、しっかり、えぐ、マジでっていうね。お前すごいな、誕生日脱糞事件、分けれるやんこいつ、体の中で最強のサプライズやなお前。さすが高校の時のあだ名、生きる伝説やん。やめろ。もう少しやんね、次の大谷さんに乗るまで。おお、うん、早えな。次何出すの？今年は何出すちゃうね、俺ら。今年こそは決めてくれよ。うん。よし、次かな。次。小池作法不法に侵入事件。おお。これはね、俺が一番嫌いな事件よ。一番トラウマやろ。いや、あれ。あれ、いつだったっけ？中 3？ 中、いや、中 2？ 中2ぐらいやろ、多分。中2ぐらいで、あったな、懐かしい。部活終わりやったの、あれ。部活終わりじゃないっけ。そう部活、そう、土日練習の部活終わりで、午前中練習で終わって、俺めっちゃその時ゲームしよったけん、あの遊ぶのが嫌やったよね。本当になんかめっちゃ遊び誘われるけど、いやちょっと今日マジですることあるけんとか言って断って COD してたよ、うん、そしたら俺が本当にめちゃくちゃ具合悪い時があって、ガチで具合悪かったよ、吐き気みたいな、うん、吐き気みたいなして、やっと午前中練習終わったけん帰って寝ようとしたら、沙央と小池が、あの今日遊ばんみたいな、うん、そしたら俺がいやマジで具合悪いけん無理っつったら、こいつがあのそれあの太田のいつもの嘘やと思って、うん、疑ってたよこいつらは。それで俺が家に着いて、あの寝てたら、寝たんよマジ具合悪すぎて、うん、そしたらあのあれやね、どこの話した、あの寝て、具合悪くて寝とって、具合悪くて寝てて、それであの目を覚めたんよ、目覚めたんよ、うんうん、目覚めた先に、ちゃちゃ俺が目覚めたんよね、うん、目覚めたんよ、そしたらなんか人の気配すると思って、うん、なんか怖いわと思って左見たら、沙央と小池がにぃぃぃぃ、部屋におった、部屋におった、部屋におった、そう そん時俺と小池で遊び寄って、やっぱ二人じゃつまらんやん、二人じゃつまらないってなって、もうまあ太田んちの近くに来たから、ちょ太田無理やりちょっと起こして遊び連れ出そうと思って、でも LINE 全然返信なかったから、こいつ無視しとるわいと思って、で玄関トントンってしてカチャってしたら鍵開いてたんすよ。そしたら基本的に鍵閉めて、そしたら俺と小池がにやりって、あの目合わせてそろりそろりって太田の部屋に入って、マジでそっから、いや太田を起こさずに5分ぐらいねおったね、部屋の中にね、うん、そうおったね、そう普通に折って、それでも起きんから、なんかえこいつ気配気づいてないやろうかと思って、5分ぐらいちょうどしてパッて太田が目覚めて、うわーってガチであのガチでびっくりしたあのガチ反応しとった。 あの時結構スパイになった気分。あれおもろかった、スパイになった、ちょっとおもろいやん結構。
なんか普通になんかホコリがついとった。ホコリめっちゃ重い、やばい。はい、じゃあトイレ行ってきていい？いいよ。次は太陽神ババア不法侵入事件ですけど、太陽神ババア不法侵入事件、これは知らん。サホがトイレ行ってるんで、その間にコメントを読みたいと思います。どうですか山田さん、どう、この事件の内容的に。太陽神、いや、この今まで話してきた内容的にどれが一番印象がでかい。ああ、やっぱ初めて聞いたローリングうんこ事件でした。友達辞めたがるやん、お前。いや、これ面白いんですよね、普通に。シンプル。ちゃんと20歳になるまで隠し通したけんね。すごい。想像して、とか言いながらうんこポタポタポタ。いや、想像したらおもろいよね、これ。おもろいです。でも体にうんこつかんとなったの奇跡的やと思うちゃけど。それはすごい。え、なんで普通まっすぐ転がり寄ったらつくね。そう、奇跡的につかんかったって。どうやってうんこしよったと。ああ、あのサムスみたいに。そう、サムス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 。ポロポロポロ。サムスの下火仕上げるみたいな。で、今どこまで行った。次は太陽神ババ不法侵入事件。それ何。これなんか聞いたことはある、好きやけどね。これは高1やったかな、高1か高2、高2かな、高2の時に、俺の家ってめっちゃ宗教の何勧誘みたいなやつが来るんよね。それでなんかその日もピンポーンって来て、なんか黒人2人が立っとって気持ち悪いと思っとったらそしたらなんか、まあ心のなんとか布教しませんかみたいな言ってきて、いやいいですみたいな追い払って、それで、まあ、黒人2人来た事件時点で俺死んだわって思ったんよね。まあ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 、ね、死ぬやんそんな。そしたらあのその1時間後とかにまたピンポンできて、誰と思ったら、あのおばあちゃんがおったんよ、うん、なんか近所の人でなんか言いに来たんかなと思ったら、うん、太陽神なんとかを布教しませんかみたいな。そのラーカは覚えてないけど、ラーカは覚えてないけど太陽神なんよ、うん、とりあえず太陽神なんよ、うん、で太陽神布教しませんかみたいな、うん、でもいつも通り、いやいいですっつって、うん、追い払ってゲームしてたら、俺って家鍵閉めんやん、うん、そいけんあのゲームしとってヘッドホンつけとるんよ、うん、そいけんあのまあ おばあちゃん追い払ってゲームしとったら、なんガチャっつったよね、ドアが、うん、うん、ガチャってして、あ、お母さん帰ってきたんかなと思ったら、うん、なんか玄関におばちゃんがうーんって俺に、うわ怖っ、ガチ、俺その時におばあちゃん殺す構えしたもん、マジで怖っ、とっさに、そう、マジで俺いつでも殺せる構えになったんや、その時に。構え武器はないけど、そう、武器ないけど素手で殺せるやろぐらいのノリで、やばっ、マジで戦う覚悟した、そうそうそう、でおばあちゃん立ったっての太陽神のなんとかみたいな、お願いしますみたいな、リスポーンしてきた、そう、リスポーン、間違えたのにリスイッチ、リスイッチ間違ったの、リスイッチ間違ったの、あのタックデプロイみたいな、あー玄関に対応だった、わかりやすい、わかりやすい、それで、はおいや不法侵入してますけどみたいな言ったら、うん、いやなんか太陽神お願いします、いやこう、もうずっと太陽神しか言わんのよ、マジ気持ち悪かったっけ、俺あのもう警察呼びますよっつって、うん、言ったけど、太陽神お願いしますよ、言ってきたけん、どんだけお前に太陽神の見込みがある、手でパンパンってしたら、うん、サタイヤはないけど、うん、あの帰ってください、帰ってくださいみたいな、そしたら玄関出たけん、うん、もう速攻鍵閉めて、うん、あのチェーン閉めて、うん、初めてじゃん、初めてチェーン閉めた、人生で初めてチェーン閉めた、そうそう、それおばあちゃん追い払った、マジであの時俺死んだと思ったもん、ちょっとそれ普通に怖くない、これはもうちょっとえ、だってガラガラガラって開けたら俺っちのおばあちゃん、怖いやん、え、怖い怖い、ガチ怖い、俺と小池が俺より怖いやん、それマジ怖かったけん、死んだと思ったもん、やばっ、だって見知らぬばあちゃんやけんね、うん、え、でもあの靴脱いでたらマジ殺せた、殺せた、うん、あ、もう靴脱いで入ってきてたら、うん、あ、そういうことって、もうそこまで準備しとった、でもあいつ太陽神やけんね、何使ってくるか分からんけんね、ダックデプロイ持っとるけんね、永久リスポーンするかもしれんけど、バグバグ、じゃあ次行きましょう、あ、次何、山田不法侵入事件、待て、それの不法侵入事件なんか知らんけど、一方お前いつの間に
侵入成功したん？山田不法侵入事件つい2ヶ月前とか。ガサ最新や。結構最近すぎや。最新や。もうこれマジ5秒くらいで終わるけん。あ、これはしょうもない。そう、これはマジで唯一この中でしょうもないかもしれん。話的には。うん、これは別に話さんでもいいかもしれない。俺が掃除させ、あ、何やったかな、何かの用事で、あ、PSO を家に持ってきてっつって、そう、山田を明日の朝持ってきてっつって持ってこさせた時に、俺朝寝とるから、そうそうそう、あのあの山田が普通さ、俺の家に入ってくる時とかさ、着いたよとか連絡する、まあまあ、もう着くよみたいな、うん、一言言う、そう、え、こいつ連絡せんのよね、うん、なんかね、急にガチャンつって入ってくるんよ、こいつだけ。やば、お前太陽神やけん。お前太陽神やった。お前が太陽神どう、太陽神どう、太陽神どうですか。タックデプロイ、タックデプロイ、さすがやな。だこいつだけマジで唯一連絡せずに入ってくるんよ、うん、それで俺が朝気持ちよく寝とったら、なんかね、なんか起きたんよ俺。なんか起きたんよ、なんか起きたんよ、うん、それでなんか人の気配するわと思って横見たら、もう山田めっちゃ近いよね。近かったっけお前。ああ、ちょっと椅子で近づいてからなんかそこら辺に寄って、マジ隣に寄ってんよ、隣からなんか覗いてるみたいな。こうこうなんか覗き寄ったのに、マジで怖すぎて、うわーって張って、えーって泣くの、飛び起きたんちゃう。ちょ、びっくりしたわ。なんでそんなことができたん。あ、いや、LINE で送ったっちゃん、もう着いたよみたいな、その時は、うん、そしたら、なんかマジでハンドセン買ったっちゃん、うん、だけが、あ、いつも通り入っていいやつかなと思って。なんで入ってくれた。あ、太陽神やから。おお、さすがに太陽神やったもん。で、15分ぐらい待ったけど、ハンドセンやったけんが、ちょちょんちょんって触って、ちょんちょんって触って、おー、ねえねえって。気持ち悪い。お前、お前、出会い中初心者やろ、お前。ねえねえ、なんねえ、キャッチ初心者やしたら、うーんってなってる。いや、マジでビビるわ。いや、ビビる。山田が一番ビビるけんね。いや、こいつがおるのは嫌ね。あ、怖え。なんで？小池作法不法侵入が一番下で、真ん中に太陽神で一番嫌。なんで俺？そう。そんな嫌だ俺。怖いもん。嫌だ。山田は、俺と小池なんかね、覗かれとったら嫌やもん。俺と小池なんか茶番嫌やわ。俺ガチ。ガチ怖いもんな。ガチ怖い。あ、でも、気持ち悪いもんな。キモい。キモい、普通に。ねえねえはやばい。ねえねえ。ねえねえ。やばい。やしかも触られてるの今初めて知ったけど。やばお前。やばしかし触れた。お前ちょっとちょっと。お前才能犯罪者。犯罪者。才能あるよお前。スパイの。スパイのあの。やるね。うん、次何？あのね、部屋3階不法侵入落下事件。なんこれ。これ聞いたことある。これ聞いたことあるか。これね、ド定番やね。これド定番やね。これえーってなってやつ、これも。いや、これえーってなってない。ないもうこれ。もう100回は話したて。いや、ガチでね、有名やね。あの、中 2? 中2の時に、学校から帰ってきて、あの、約束してたんよ、遊ぶ約束。はいはい、何時にここ来て遊ぼうみたいな。それで、マジ時間なかったんよね。うん、それで、急いで帰って、あ、ギリギリ間に合うってくらいに、あの家着いたけど、俺、鍵を忘れてて、家の中に。鍵が閉まってて家に入れないっていう状況になって、あのもうどうしようってなったよ。そしたらあのまあ唯一ワンチャンかけるのは窓しかないやん。まあ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 、でも俺の家が窓あるの3階で、3階までパイプ、雨とかの水を伝らせるパイプがあるやん。そのパイプに伝って3階まで行って、お姉ちゃんの部屋に、あんちゃんは自分の部屋の窓を開けて入ろうってなったんよ、うん、そしたらあの3階に着いて、まあ1メートルくらい横にジャンプして、2メートルくらい上にジャンプしな届かんのよね。なかなかやな。難易度高いんよ、うん、だけ俺3階にパイプたどり着いた時に、うん、あれこれ無理じゃねってなったよ。遅すぎやろ、気づくサスケでも無理やで、降りようと思って、うん、で、俺なんかその時頭くるっとって、うん、あの、ちょっとずつ降りるんじゃなくて、うん、あの、さーって、さーって、ゲームとかでよくあるんですよ。ゲームじゃない、あの、手だけを
パイプに残してスルルルルルルってね、降りようとしたらで手をさ緩めるやん、うん、そしたら思いのほかスルルルルじゃなくてスルルルって言ったよ。そう、俺の予想では3階から1階まで10秒くらいかかると思ったら1秒で落ちたよ、3階から1階まで。そしたらローリング5時間より早く落ちとうやん。でもウソップ事件の時はマジ1メートルやけど、うん、この時マジ2、3メートルくらいあるやん。うん、まあ3階行くんだよ。けどなぜか骨折しなかったよね、うん、いや強い。鍛えられてんの。それで落ちた先がバラがあったんよ。うわうわ、いった、バラでめっちゃトゲトゲやん、うん、もうそれに直撃して、うん、もうバラの肌が、あ、バラの、うん、トゲが手とか腕とかに全部刺さって、やば、えーってなってたら、どうしようってなってたら遊ぶ約束してた友達のズルハさんが俺の家に遅いなみたいな来た時に俺はちょうどバラにえーって挟まっとってそれでお前大丈夫かみたいなでズルハさんの家に連れて行かれて、あの針とかを全部抜いてもらったよ。痛っていう。ええで後日あの3階から落ちたのはお姉ちゃんを覗いてたんじ、お姉ちゃんの部屋に入りたかったんじゃないかっていう説が誰かから出されたんよ。なんすわ、誰、お前は誰かやろ。いやそれは違う。えその話後になって俺聞いたもん。通販とか小池やと思っちゃう。いや、どういうことその登ってたのは実は鍵とかで、絶対トゥーハンドやん、それ。待って、俺そんな初めて聞いたわ。その思考回路はトゥーハンド。トゥーハンドしかないよ。大体エロ系にあいつ全部混じるけん。うんうん、大体来るけん。あいつ仮装立てるけん。次は。部活遊戯王事件。部活遊戯王事件は。あれやね。古賀優が。部活遊興事件はどれ？え？これあれやろ？バレたやつ。バレたやつ。ああ。どれ？もう。ああ。ああ。学校の近くにカードショップがあって、で俺と太田とまあ仲いいやつらでいつも毎日部活帰りしに行って、でそれがなんかみんなにバレたっていうか、もうみんなで行こうみたいな。そう、みんなで行こうってなった。何人ぐらいおった？マジ10人以上はおったよな。もう部活もほぼ全員みたいな、もう8割方みんな行くのが部活やったの。そうそう、もう部活終わってでそっちに行くのがルーティン化しとったっていう、その毎日行ってちょっと待って、あ、いよ太陽神でトゥースガム。でもそれどんくらい続いたっけ、もうマジで部活終わってカードショップに通えて2週間3週間は続いたくらい続いて、なぜかそれが俺たちが言ってるのは先生にバレて、学校の、うん、なんかやっぱ厳しかったやん俺、うんうん、厳しかったね。いや違う、部活終わりに寄り道した。いや違う、まあまあそういう日々が続いて、で部活終わりに先生のところに集合して、そしたらなんかある部員が先生のところに2人だけ呼ばれたんですよ。最初に2人だけ呼ばれて、あいつらなんかやらかしたばいっていう話になっとってやったよね。そうやったっけ。なんそれ作った、お前なんそれ。新しい。普通に最初だけ2人呼ばれて、俺らの山田ハウスメンバーじゃない部員が2人だけ呼ばれて、うわ、あいつらそいつらちょっと悪いやつだったんですよ。ちょっとヤンキーやった。ヤンキーっていうか、違う R メンバーやなかった。 R メンバーが太田は泣かんかったっていうやつにバレて、あ、そうですそうですそうです。あ、そうそう、バレて、でもそのバレたことまだその時知らんかったやん、その部活してる時は。うん、でも、まあ、まさかバレてるとは思ってなくて、部活終わったらなんか知らんけど職員室に、そのまず最初2人だけ呼ばれて、俺らはあいつら説教なんかやらかして説教受けよる場合って思ってたんですよ。そのカードショップに寄ってることをバレてるとは思ってなかったんですよ。そうで次に、まあ、キャプテンである子が言うと、え、誰だったっけ俺。いや何人か呼ばれて、もう全員バレとって、もうメンバーが
こいつとこいつとこいつやろみたいな顧問の先生に俺が言われて、あ、もう配送ですみたいな。でも全員連れてこいって言われて、次々なんか呼ばれてたんですよ、ね、で俺が全員連れてきて、職員室の前でお前らちょっと全員並べみたいな、正座しろみたいな顧問の先生に言われて、もう俺の横にみんなずらーっと飲んで正座して紙一枚反省文書けって言われて、僕は何月何日から何月何日に部活終わりにカードショップに行きましたってこう書いてて、まあテニス部はさほど俺と太田と小池だったんですけど、こう書いてて、ガラガラガラって職員室の目の前のドアが開いて、うんって見たらそこに山田がおって、こっちを見てた山田がずっと俺だ。で俺は上目遣いで山田にらんで、また反省文をこう書くっていう。そこで、アハハハって笑いながら撮りやしたね。マジでバカに見えた。あ、何やってんだこいつら。あれは山田マジでうざい、普通に。で、結局めっちゃ俺ら、紙一枚反省文が、ね、あれそう書かされたっていう。もう僕はなんとかデッキとなんとかデッキを学校に持ち込んで、学校に持ち込んで、その後に部活終わりにカードゲームショップに行ってとか反省文書いてたら、山田が目の前に、おらぶち殺したろうか、おもろかったあれ。おもろかった。なんかみんな正座しとった。だってみんな20人ぐらいが正座しとった。シャーペン持ってからなんか書いて。シャーペン持って書いてあった。反省文書いてやろう。ああ、だって言おうやもん、あの光景。あの時ほど山田の見下してる目はうざかった。うざかったね。山田のケツゲームすりたい。あんたリア充すぎらんか。240しこざい。ありがとう。やったー。やでー。じゃあ次行きましょうか。次は。姉ポケモン強奪事件。これはお前。これは有名やね。これ有名やね。姉ポケモン強奪事件。あの、幼稚園生の年長かなか小1かどっちか忘れたけど、その時に、ポケモンのルビーサファイアが幼稚園ぐらいじゃない？そう、幼稚園年長、幼稚園年長やろ、うん、にポケモンのルビーサファイアが発売して、俺がルビーもらってお姉ちゃんがサファイアもらったんよ、うん、おばあちゃんに。そうした。それでまあ数週間後、うん、ポケモンバトルをしようってことになって、うん、まあ6対6のポケモンバトルやん、うんうんうん、それでお姉ちゃん馬車も100レベやったよ、うん、強っ強っ。それに俺馬車もだけで6体殺されたよね、うんうんうん、それで、あ、こいつマジキモいやんと思ってその時、それでその次の日にお姉ちゃんの馬車もパクったんよ俺が、うん、あ、ポケモン交換で、ポケモン交換でなんか石粒とかなんか知らんけど、うんうん、と馬車も交換して、まあそれで何時間後かにバレるやん、うん、馬車もパクったの、うん、それで俺その時に殴られて、バシャーもごときパクったことで、それでおばあちゃんか、おばあちゃんに泣きついてなんか殴られたみたいな。そしたらおばあちゃんおばあちゃんマジでなんか押し込まれるしてるかわからんけど、マジ臭かったもん。どういうこと？どういうオチ？そのオチが関係ない。いやガチで俺マジ幼稚園生ながら聞いてしまったもん。おしっこ漏らした。おしっこ臭すぎて、うん、いや、えぐ。結局何歳よ、おばあちゃんがおしっこ漏らすかい。うん、全然違えよ、全然違えよ。名前変えろ。姉ポケモン強奪事件かっこおばあちゃんおしっこ漏らした事件じゃあ次行きますか。次何来た。過ちを犯した罪、タコ名乗り事件出たー。これはマジだな。犯人から聞いてください。これはマジで悪いよ。これマジでね、一番引くわ。話は聞いたことある。まあね、これ一番引くね、正直。お前詳しく知っとる？お前らから聞く程度ぐらいしか知らない、やっぱり。まあ、だってその場にもおらんかったし。ちょっと話し合い、これ簡潔に話した方がいい？それとも前置きからしっかり。いや、やっぱ太田さん、ちょっと人を煽るの結構天才やない？まあまあね、わかる、うん、人を煽るの天才なわけ。今日お前なんとかやみたいな、うん、でも俺が結構ちょっとこいつうざうみたいな、ちょっとイライラすることが多々あったわけ、うん、まあ、例えばね、うん、あの部活の遠征の帰りに俺ガム食ってたんですよ。あ、ガム食ってて、まあ、でもそれガム横領事件。あ、そう、ある。ガム横領事件。危ない危ない、そっちから話す。いやそれも後に置いて。で例えば、まあ、テニスの練習の時とか、
お前らのあのクソみたいなホワイトブラザーズやったっけ、ホワイトブラザーズとかいうクソみたいなチームで俺のことを煽ってくるんですよ、うん、でもそれでもイライラが溜まって、あ、こいつらうぜえみたいな、うん、もう溜まってもう自分でもわからん、もうなんでこうなったかわからんけど、いつかそれが爆発して、うん、まあ、ある日なんか太田の肩をマジでもうタコ殴りしてたんですよ、ある日気づいたら気づいたら肩回してて、それがヒートアップしてもうパンチだけじゃなくてちょっと蹴りまで出るようになって、それが結構続いたね。いやマジ1週間2週間それで、そなんか殴られるたびに、なんか俺さ理由聞かれてないやん、そんな何したみたいな、うん、お前俺お前に何かしたって聞いたら、お前は罪を犯した、お前は過ちを犯したっつって、でもひたすら殴られるお前は過ちを犯した、ボッコボコにするっていうのがもう1週間ぐらい続いてマジでなんかもうその時はもう俺も頭ちょっといかれとって、もうマジでもうタコ殴り、まあね、1週間キャプテンやったしね、もう溜まっとって、もう溜まっとったのがもう全部出た太田に対して、その溜まってたのが太田の全部出た、しかも未だに理由判明してないけど俺もわからんぶっちゃけ、なんでかはもうあったね、あったね、あれここ先が太田に向いた瞬間やったもん、全部がそうだけど最初がダメやったじゃん、もう全部溜まってたやつ、時期が悪い時にお前が煽るけんもうそうマジで最悪、ガチで溜まっとった、お前はそれを助けようとしてもこいつに殴られるのが怖かったからそうそう誰も助けない、誰も子が言うにタコ殴りされるのを見えてたから誰も助けないでも太田がひたすら投げる、そう太田が何みたいな、何かしたみたいな聞かれるけど、もう俺はもう過ちを犯したって言ってもポッ、うん、で俺らは あいつ過ちを犯したらしいよって、あの練習今日すぐにしょあの練習しちゃった、殴ってたしっかり練習しちゃったバイバーイってそれ、まあ、あんま関わらんどこっていう感じでもうね、関わったらやられるかもしれんけどね、あの左があのこっちに飛んでくる、飛ばっちり食らうかもしれん、そこも太田だけで加害者、あ、被害者は、うん、みたいな、うん、でもボコボコにしたっていうあれやったな、その時はマジでマジサンドバッグやったからね、サンドバッグ申し訳ねえ、不条理すぎやいやじゃあ次それあれやない、の何そんなベクトルがさ、うん、太田終わりやん、うん、そしたら俺に来たくない、何すよ、お給食邪魔するやつだっけちょっと待って、なんでそれぶっ込むちょっと待って、それあるぶっ込むそれなんやろ、はい、じゃあちょっと後日談、後日談にしとく、後日談にしとく、それ何事件、あれさ、あの事件、それ給食ベクトル山田に向いた事件、そうちょっとここ先が山田に向いた、ずれたバージョンみたいな、うん、太田から山田に切り替わった、太田から山田に変わった、そうそうそう、中3の時かな、そうそうそう、これ話していい、あ、話していいじゃない、給食の、あ、昼飯の時に俺弁当やったんですよ、毎日弁当で、うん、小池と山田が給食で給食当番みたいな運んできて、隣のクラスやったんですよね、うん、俺たちで隣のクラスでいつも山田が運んどるみたいな、うん、でなんかみんなで合唱しようみたいな、うん、なんかいただきますみたいな、うん、で弁当持ってきてるやつ大体暇やそれまで給食運ぶまで給食が暇やなと思って廊下歩いとったら山田と小池が必死な顔してほんへんほんって給食運んどるわけ、高いじやっぱり、なんこいつだと思ってじゃあまずある日ね、山田をちょっとツーンってしてみたわけツーンってしたあーみたいなちょっと反応がおもろすぎてちょっとそれを毎日するようになったさ、うん、で俺いつも待っとったわけ、あの教室の前の廊下で、うん、あれ今日来んなと思ったさパッて隣見るやんそしたら次の日ね、反対側の方から、ね、下の方から大きく回って、ね、違うルートでちょっと別ルートで学習した別ルートで行って学習してうわこいつら頭使いやんなって思ってで俺もそこでよく考えたっちゃんこいつらの教室の前におればよくねと思ってそうなん次の日からもこいつらの教室の前に待ち構えてこいつらが通るたびにもうつんそうなもうみんなの給食入っとるけどそう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 そしてでそれで自分がよくスープ持つ係になっててでそれで自分ああもうってなってスープをよくこぼしてたらその自分をいじめてたやつによくめっちゃ罵られるんですよねえなぜ罵られたんですよなんてなんてなんてお前何給食こぼしよったかってあそういうこと何給食こぼしよったかってお前なんだるにねあそれ知らんくてもういつも山田小池をツンツンしてたってそうそうだから俺はもう本当に必死に守ってんのにこいつらはみんなのクラスの給食をみんなのもう何も言われたくないから何もこぼしたくないからもう守ってんのにこいつら遊びでやってくるツン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 っていつもしよったおーダメあの時は命かけやってそしたら給食時間に後ろの席からグリーンピースを投げつけバトルフィールドが発動しちゃった俺からいつもグリーンピース投げられよった
もうガチだね。グリーンピース投げながら、いけ、グレネードだ、グレネードだ。あの時からもう、戦争始まっとったね。もうね。FPS 頭の中入っとった、ね。FPS は入っとった、ね。ただ叩き込まれとった、ね。わからんやろ。どこで売るグリーンピース投げながら、いけ、グレネードだ、そんなしょうもないやつ。そんなしょうもない中学生おる？じゃあ次行きますか。大分だ。大分旅館だった。ダップ多くない？これはね、ダップ多ない？笑いすぎて。大分旅館、ダップ多くない？旅館ダップン事件。これは、あの、去年のお盆に大分に行ったんすよ。ちょっと温泉旅行がてら。うん、温泉旅行がてら、お盆に大分に行って、で、サオが、その時に、あ、マジで気分悪いみたいな。そう、その旅行に行く前日に夜勤してたんですよね。そう、夜勤のアルバイトをしてて、そうでも寝てない状態で、旅行に来てたんですよね。でそれでめちゃめちゃもう寝てなくて具合悪くて、でその日もずっとなんか旅館に着いてもまあ寝ててみたいにしてて、あれ何時ぐらいやったかな、夜の、まあ、夜飯食って、うん、10時ぐらいかな、うん、夜の10時ぐらいにもう俺もちょっと具合悪すぎて過ぎるし眠いから寝とくわって俺は寝てたんですよ。そしたら、まあ、そっから山田さんから誰かが説明してください。まあ、まず旅館に着いた時に、うん、あ、めっちゃ海綺麗やみたいな、うんうん、そしたら小賀湯が、うん、障子ってさ普通持つとかあるやん、うん、そしたらなこいつバカやかんか知らんけど、あの障子のあのプニプニの部分白いところを掴んで、あのドア開け始めて、あ、障子破れちゃったーって開始10秒くらいで障子破って、で山田はそこからチンコ出したりしてて、障子の間から、その破れた間からね。そしてその夜に地獄やない、あの佐保があの気分悪いから寝るっつって寝てて、山田が小賀流に、ちょ、お前うんこ出せって言われてビニール袋にうんっつってうんこ出したんよ。うん、出した出した。そしたらもうこれどうするみたいななって、もうサオにつけるよみたいになってどうした、どうしたっけ、俺あれ覚えてないもんね。結局近づけたけどなんだかんだ言って当ててないと思う。当ててないけど、うん、うんこの匂い嗅がせようとして、そうそうそう、失敗に至ったね。そうそうそう、なんか俺も寝ぼけてて覚えてないもん。俺起きたっちゃろ起きたけど、うーってなって、あ、そうそうそう、なんか、うん、臭いみたいに言ってるけど、うん、それ覚えてなくて寝言で言ってた、多分寝ぼけて言ってた、それ多分あの、小賀湯がめっちゃ脱粉好きなんですよね。そう、脱粉にハマった時期あったやん。ね、あったね、そう、そう、みんな脱粉にハマった時期がある。人のね、あの、うんこをする姿って面白いんですよ。いや、もういいってお前いやマジでおもろい。山田が初めて、もうそれしないと笑わないレベルやったよ。ダップンを見た時の面白さがもう鮮明に頭に残ってて、その旅館でもちょ山田ダップンしか笑わないしようぜみたいな。そうそう、ダップンしか笑わない。おもんないけん、なんもおもんないみたいな。ちょっとつまらんけん、ね、ちょっと山田ダップンしようぜってなって俺はぐっすり寝てる中、俺の寝てる真横らへんで山田がオラーっつってビニール袋にうんちプリって、あ、ちっちゃいの出したでしょ、うさぎのうんこみたいな。そうそう、うさぎのうんこみたいなの出した。とりあえず汚いのが出たらサホの顔に近づける、あれがあるやん、ルーティンの。今回からそんなもん。次ちょっとトイレ行っていい？いいよ。サホ、あ、山田コメント読め。次何？ちょっとハーフタイムを挟みます。あ、スパチャ来てますね。マナさん結婚前提に付き合ってください。マナチャさん240匹ありがとう。ありがとう。結婚するん？うん。俺以外のやつと結婚するんか、うんうん、これガールフレンドかっこかり知っとるよ。あ、知っとる、うん、うん、上汚い、なんか飛んだっちゃうけど、ツバじゃ、我々はガンジャマンじゃ、やったやったちょ、俺もトイレして、俺もションベンして、あ、俺が先やぞ、もう一緒にしてこい、もうコメントを読みます。ちょっと喋るのあれやから5分休憩うんこ好きとか小学生並みかい、いや一周回ってやね、そうそうそう、一周回ってうんこ好き、やっぱ高校生中学生の時は別にうんこで笑わんみたいな、そうそうそう、で今最近またいやうんこでおもろくねってことに気づいて、一周回ってうんこ面白いんや、そう
しかもトイレでしないうんこが面白いけん。そうそう。マジで。やっぱ人のうんこ見ることないやん。いいよ。やっぱね、人のうんこ。人のうんこってね、見る機会なんかないやん。マジ。面白い。初めて見たときはびっくりしたよ。腹抱えて笑ったもん。あれ人生で一番笑ったのがマジでリアルに。それはある、それはある。やったーって言い始めたのはいつからなのだって。あ、やったーはね。やったー。いつや？中高1とかやない？やっちゃうか。いやもうそんなんもう。覚えてない。俺マジ覚えてない。生まれつきぐらいのあれやん。じゃあそうやろ。え？やったーっていうやつさ。やったーってさ、誰が言い始めた？やったー。トゥーハンドか、お前。そんな。最近？最近ではない。いや最近じゃないよ。全然最近。高校とか生まれた時からとか言うか。あ、欲しいよお前。あるよ。いやなんかやったーはねあれやん。やったーってなんやっけ。返す言葉がない時、やったーとアリアは使えるんよ。アリアは使える。あ、そう。アリア。そうそう、アリア。サボかな。アリアは多分絶対俺やと思う。うん、アリアはお前。アリアはめっちゃよく言うもん俺自分でも。アリア。なんか。じゃあでもマジで。例えば。アリアと、んと、やたーがあれば会話成立する。会話成立する。例えば、うわ、今日雨やんみたいな、うん、ガバテンション下がるわーみたいに言い寄るやつおって、返す言葉ないやん、うん、なんてこういう人言うか分からない。アリアね、雨やねーとか言ったって思んないやん。そしたら、いやでーって言ったら面白くなるやん。スタンプ代わりにやったーを使うみたいな感じなんよ。山田、スパチャ来てるぞ。お、山田がもともと外人だったのか、周りが外人させたのか。ラプター1分240匹ありがとう。誰お前、ムスカにでもなったの。何やろ。てそれわからん。もともとやろ。もともとじゃないな。はい、では続きいきます。山田がもともと外人だったのか、周りが外人さ。山田中学校の時に才能開花したの。開花したね。そうそうそう。小学生まではマシやったけど、こいつが開花させちゃったね。そう。誰が？小がゆが。小がゆが開花させた。いや絶対違う。違う、絶対そう。だってお前がずっと大和田常務のものまねしてるって言うけん。だって俺トイレに行き寄ったわけ、休み時間に。毎回おるさ。おかしくない？絶対トイレに行き寄ったわけ。待て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 。あだ名は？ベンジョニー。ベンジョニーだったんや。あだ名中1の時。あだ名がベンジョニーや。全然仲良くなくて。こいついつも便所おるやんみたいな。うん、じゃあお前便所にいいなって言って、そっから仲良くなった山田と。まあ、小学生。そっからあの半沢直樹が流行って、そう半沢直樹が流行ったじゃん。こいつ俺中学生の時土下座してるイメージしかなかった。なんか子が言うに、なんか半沢直樹して、半沢直樹してって言って土下座してたイメージしかない。土下座してたか、あの100倍返しだを言ってたわ。うん、もうそれだけっす。ほんとそれだけしか。その時、小がゆにずっとやれって言われてたから、その時、小がゆのこと一時嫌いな時期あったもんね。お、うん、マジであったね。ごめん。なんそのカチガチ怒っとったぜ。マジでそう、そうやね。そっから、なんか、なんかあったっけ中学校で。小学校の山田の印象なんかね。出た。ヤフージャパンやろ。ヤフージャパン覚えてない、それマジで覚えてない。そうなそれマジで。じゃあこいつね、小学生の時ね、面白いって思ってるのか分からんけど、なんかもうなんかマジで気違い。あった時にヤフージャパン、ヤフージャパン、ヤフージャパンを、ヤフージャパン、ただインターネットのウェブサイトを言ってるだけなのに、なんかヤフージャパン、ヤフージャパンって分からん。俺も覚えてない、それは。なんかギャグっぽく言って、そう、面白いと思っとるんよ。何が面白いみたいな。なんか山田はよく分からないポジション、なんかやつやなーって思っとって、中3の時に子がゆうが「ちょ山田あれやって」みたいに言うけん、あ、なんか子がゆうが山田に絡んどる場合とか思って見とったら土下座しちゃった。なんか土下座しちゃった。いつも土下座しちゃった。なんか大和田常務の全校生とか絶対通る道の体育館のところで、あ、そう、下駄箱出てあのチャリ取り行くとこね、絶対通るっちゃ、うん、ところでちょっと大和田、お前土下座しよった。そうそうそう。大和田今だったらすごいね。そしたらツーハンドと山田があの体育館のあの坂のところ、坂のところでダンゴムシを一匹ずつ持って丸めさせて、爆がシュート完璧って。ダンゴムシをプロロロってしてた。爆がもやっちゃってね。この爆がいいぞとか言いながら必死に探しちゃって。お前らマジで。さすがやな、やっぱやること違うもん、こいつとトゥーハンド、うん、別格やね。次は
チキンカツ、いや、ガム横領事件。ガム横領事件あったな。来たな、俺の出番が。来ましたね、これは。これはマジで。まだ犯人。いや、犯人決まっ、まだ見つかってないけどね。まず、ちょっと俺たちがまだ中1の時、うん、部活で先輩の応援にバスで行くみたいな時があって、顧問の先生が乗ってない状況で、もうみんなやりたい放題みたいな。で、まあちょっと俺は、ちょっと車酔いとかするタイプやったから、もうガムだけ噛んで、ちょっと窓だけ開けて、ゆっくりしとこうみたいな。で、こうガム噛み寄ってゆっくりしとったら、太田がその時横にいて、ちょっとガムくれみたいな言ってきて、やっぱガムバレたらちょっと面倒いやん。うん、まあ俺先生が先生やったしね。ちょお前マジ誰にも言うなよって、誰にも言うなよって言って太田にガム渡して、うん、でその日そのバスで暴れてたやつら全員怒られて、顧問にバレて、で俺は俺何もしてないですって言って帰って、じゃ次の日の朝なんか呼び出されて、なんか顧問の先生にお前なんか昨日ガム食いよったらしいやんみたいな、いきなり切れられて、えみたいな、えみたいな、太田裏切ったと思ってちょお前3周走ってこいみたいなで俺はもう朝からみんながで俺がこう走ってる間に駐輪場見たら太田がのんきにふーんって来てたからあいつ絶対殺してやるって思ってこう走ってもうその頃から謝っちゃった。たまってたその事件繋がる。だけど俺駐輪場に来た時さ、なんであいつ走りようみたいな、しかも夏でも汗だくだくなりながら練習前に一人で走ってて、あいつも絶対殺してやると思いながら走っとってで結局ガムチクったの誰って話今。いやだけど俺ガムチクってなっちゃう絶対出た。いやちゃうちゃう、でも太田しかおらんじゃん。いや俺太田にガム、じゃあ太田しか先生に一人一人にお前は何したがやって言われて、うん、俺ガムのことは絶対言ってないじゃんね、うん、そしたらいやマジで小池か誰かが知らんけど、マジ違うけど、いやこいつらガム食ってことを知らんかったもん。小池か誰かがあのね後ろに寄ったんよ多分、うん、でこいつなんよね絶対ちげえよ。だけ俺は言ってないけど太田がガム食ってましたよみたいな。で俺がなんでガム持ってるってなったら古賀優が渡してましたよっつって誰かが言ったタイプ。そう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 、それを見てた。そう見てた。あガム、俺が太田にガムやってるのを誰かが見てた。あマジで違う。俺出てガム食ってること知らんかったもんこいつらが。違うばい、これ怪しいな。違うばい、これ今の太田が作った作り話。お作り話、あこいつがもう、あ、小川優からガムもらって小川優もガム食ってましたって知った。はいって、あの、ね、お前何しとるかって切れられて自分の身柄を確保するために小川優を撃ったっていうあれマジ謎やね、うん、今でもね、そうや、謎やね。今だに犯人が出てこないのがうざい。普通にもう出てきてもいいやん。もう出てきてもいい、もう出てきてもいい。俺の隣が誰やったって話よ。どうころん、俺は太田が隣やった。マジ覚えてないんじゃけど、俺の時の隣。こう誰、もうマジで、うぞくな。誰そいつ。誰にも言うなよって言って渡したっちゃ、ね、俺ら部員がね、十人後半、二十人いかないぐらいおったけんね、もう誰が言ったかわからんのよね。そう。そう。誰が見たかもわからんし。マジで、冤罪かけられとるけんね、これ。お前やろ。まあでも考えられるのはこいつしかない。いやもう太田がマジ 90%。90% の確率。僕でしょ。おコミングアウト。おえ、もうこいつあたりもマジで山田のアナル舐めさせます。うわ、配信終わったぞ。配信終わったぞ。じゃあ次行きましょうか。もう終盤やん。チキンカツカツのみ強奪事件。これ知らんわ。これ何、うん、知らんの。知らん。いやだけん俺のこいつ高2の時に、あの高校に、まあ、クラスに坂本っていう、うん、めっちゃデブなやつがおったんよ。どうだろうか。ちょっと待って。あのね、うん、まあ、そいつのプロフィールを先に説明すると、うん、めっちゃ毎日食券食ってて、うんうん、食券で、うん、買ってその弁当を教室に持ってきて食うっていうスタイルやったよそいつは、うんうんうん、それでまあそいつは柔道部やったんけど、うんうん、柔道部やったんやけど、ある日膝の皿が割れて柔道一生できんくなったよ。突然の突然引退したよ、うん、それで結構まあ面白いやつで、うんうん、まあそいつ結構食券でチキンカツ好きやったよね、うん、チキンカツ弁当みたいな、そうそう、うん、チキンカツソース弁当みたいな、う
それで、あの、まあそいつ、まあ、今日もチキンカツ食ってるじゃんって、うん、まあ、トイレ行ってくるわとかでトイレ行ったよ、うん、で、まあその時に俺が思いついたのが、うん、まあ、デブって食に厳しいって言うやん、うんうん、まあね、うん、じゃあチキンカツのチキンカツだけ食ったらどうなるんだろうって、うん、中身だけ、うん、うん、それで、まあ、チキンカツだけ食ったよ。で、レタスとご飯は残してあげて、チキンカツだけ食ったよ、うん、そのブチ切れたんよね、うん、ガチでブチ切れたよ、うん、怖っと思って、うん、マジで、あの、まあ、謝ったけど、うん、その時に、うん、ごめんっつって、まあ、俺のチキンカツあげたけど、うん、お前もチキンカツ食うやった、俺もチキンカツ俺もしっかりとチキンカツなよ、うんうんうん、で、あの、まあ切れられたの結構うざいやん、まあね、うんうん、まあチキンカツごとき、うんうんうん、そんな切れるって感じだったけん、うん、まあこれは次の話につながるんやけど、うん、ちょっとマジあいつうざいなってなって、うん、あの俺の教室のロッカーってマジ汚かったんよ、その、うん、ジュースとかお茶とかがいっぱいあって、うんうん、で後日にその残りかけのペットボトル集めて、うん、坂本が持ってたペットボトルにちょっとずつだけ入れて、うん、バレないようにしたんよ、うん、それでそいつ二元かなんかで食券会行ってる時に、うん、俺がそれを全部混ぜてあげたんよね、うん、それで机の上置いとったらあいつバカやけん飲んで、うん、それでなんか昼休みくらいに保健室行ったんよ、それでその時早退して、うん、なんか1週間後とかに学校また来て、うん、お前どうしたんっつったら、うん、ストレス性胃腸炎で休んだったストレス性胃腸炎ストレス